ょっと若干大島さんほらまあ今っぽいっちゃ今っぽいですし、うん、僕スタイルって個人スタイルだからいろいろ興味を持ってますけど、うん、どっちかというとちょっとファイティングスタイルの X ポストあるじゃないですか、これ石丸さんが出てきた時も、はい、東京舐めるなって打ち切れて、うん、大変押されてしました。あのシーンは何だったんですかな。あれももう今だから言うと言っちゃってください、もう全部いいんですいいんです、全部言っちゃいましょう。私こう、うんね、ちょっとそのあの時は何だったかな、なんか飲んで帰ってきてたんですね。で帰りの電車の中で面白いですけど、帰りの電車の中でこう絶対見れて、うん、そしたら石丸さんの支援者の方々から、うん、私の同僚の都議会議員が、はい、こうボコボコにされてたんですよ。ほうほうほう。で、うん、それを見て、うん、あこれなんかちょっとこう、うん、援護射撃しなきゃって思いながら電車の中でこう考えてて、で家帰ってツイートして、で寝て起きたら大炎上してて、でも見てあんまりこう間違ったことを言ってないなと思ったんですけど、ただ言葉が雑だったんですよ。まあ言葉は飲んでる人の言葉でした。お大変失礼しました。酔っ払ってポストするタイプの人ですか。あんまりしないんですけど、たまにやっちゃうんですよね。だから本当にもうあの件で一番のこうなんですかね、反省は夜中にこう夜中に書いたこうポエムとかってやっぱ朝読み返すと恥ずかしくないじゃないですか。ちゃんと一息ついてからやらなきゃいけないなって思いましたよね。あれですんごいこう家族はじめ、そのなんか周りに迷惑かけちゃったし、そこは本当に一番の反省点です。石丸さんが対談したいって言ってましたよ。やります。いやー、石丸さんに関しては、投開票日の、私もだから小池さんのやつで横でこうコントロールしてましたけど、こう各スタジオ出演のやつ見て、まあ、やっぱ私言ったこと間違ってなかったかなって思いましたね。うん、東京舐めてんじゃないかと。まあ東京舐めるなっていうのは、あれはもうそもそもその石丸さんの政策というか、その東京一極集中を廃して東京を弱体化させて解体化して、で地方にっていうことを都知事として言いますっていうことを持って、あれに対して東京舐めるなって言ったつもり、まあちょっと言葉が雑だったんで全然伝わらなかったですけど、はい、っていうことなので、まああれはいいんですけど、何ですかね、こうちょっと怖いなって思っちゃいました。山崎怜奈さんとのやり取りというか見てて、あれをこうあそこで言うメリットってないはずなんですよね。ああいう態度に出るメリットって基本的にはないはずなのに、それをあえてなのか、まあ我慢できなくてやっちゃってるのかっていうのがこう、まあなんかもったいないなって、せっかく逃げるかって、で、ね、この後のことって依頼を聞かれてるのに、それに対してこう、でも昨日なんかあれなんですよね、私もスポーツ紙かなんかの記事で見ましたけど、あれミラーリングですって言ってるんですよね。ミラーリング、本人はミラーリングしました。まあミラーリングって多分山崎さんというよりも曲に対してのスタンスだと思うんですけどね。まあでも善意には善意で返す、敵意には敵意で返すっていうのは、これ政治家はやっちゃいけないことだと思います。敵意向けられることっていくらでもあるんですよ、こんなのって。でもそれに対していちいち全部敵意で返してたら、これ政治家ってやっぱ包摂しなきゃいけないです。自分の敵であっても味方であっても、これは全て今回、まあ、今回の選挙の結果もそうですよ。小池さんに投票をいただいた291万人の方々以外の方々っているじゃないですか。小池さんに投票しなかった方々もいるし、まあ、そもそも投票行ってない有権者、あるいはそもそも有権者ですらない方々含めて1400万都民の生活をしっかりと守っていくっていうのが我々の仕事ですから、こうなんか敵味方分けて、こっちはこうです、あっちはこうです。それに強く反応するのはどうかと。っていうのは、これは政治家はやっぱやっちゃいけないと。いや、落ちます。それやったら、こういう人もいると思いますよ。いや、そしたら初めにね、石丸後援会から攻撃を、しかもまあ同僚が受けた時に東京を投げると敵に返しちゃったわけじゃないですか。まあね、こんなことやってるんですよね。すいません。まだまだ、もうすごくね、同じこと今矛盾してるなって言いながら聞いてましたよ。ただ俺矛盾しても論破しないですよ。ヘラヘラ楽しく言いたいから。ちょっとさ、矛盾してますよ、それは。まあね、お前ちゃんともうちょっと今それ聞きながら、おじまさんなんて。そうですね、私もだからあれ本当に未熟だったなって思いながら。はい、だから似た者同士なんじゃん。俺似てると思ってるんですよ。本当ですか。そうだから
でね、僕が言いたいのは、うん、そういう時っていうのは、多分対談してみたら、意外に面白くなるけど、うん、仲直りするんじゃないのって思うね。そう。はい。そうですね。あのモードでない石丸さんと、一回お話ししてみたいなって思いますね。うん、あのモード、彼の、それをどうあの文字をなくするかっていう、のが、やっぱ一番面白いところかな。うん、じゃあ今度、対談、結局対談はい、いいやなんしけ。まあ、機会があったらっていうことですけどね。見られたらもともと心理学からの話が、デートの時に相手と同じ仕草をしようっていうのを見られるって一般に言うんですけど、分かりやすいかなと思って、はい、相手の態度を合わせ鏡のように映すっていう意味で見られるって言葉を使ったんですが、もともとは、あれは経済学か、ゲーム事業か、はい、失敗ない戦略っていうやつなんですよ。で、これをやっていくと最適化されるっていう。で、その後で、戦術面での話しましたね。報復攻撃っての意味があるっていう。なんだろうな。巻き菱に近いのかな。巻き菱。要は逃げる時の一手なんですけど、被害を恐れて、まあ実際物理的な被害もあるでしょうし、足が痛いとかね。相手の追撃の手が緩むんですよ。た時に、そこで押し返すっていうのは一定程度効果があるんですね。で、何より今回、その相手が失敗返し戦略の通り、ね、和解を求めてきたっていう。で、結果、お互い良好な関係が築けるんですよ。ね、向こうもそういう態度で来てる。で、うちも分かりました。良識があるメディアなんですね。っていうことで、また取材に応じる可能性も出るじゃないですか。で、取材ができるから向こうの記事もできるしっていう。ウィンウィンの関係に行き着くんですね。あれ押し返さなかったらどうなるかって言ったら、やられっぱなし。被害が拡大するか。で、どんどん悪化して、もう取材一切受けませんってなって、記事も書けなくなるっていう。そこで終わっちゃうんですよ。っていうのが、しっぺ返し戦略の本質。まあ戦術的に非常に意味があるという。でもそれはいちいち個人にやるっていう話じゃないですよ。ものには限度がありますからね。ただ、相手が特に強い場合、立場があるときには、きっちり押し返してもらえないと、っていう話です。うん、あと、それこそ、選挙速報の時の、ね、これは説明した通りですけど、僕が、メディア、マスメディアに対して、しっかりここで、手を打っとこうっていう。あれの、ちょっと戦略的な話をしましょうか。一番最後に、次やったら勝ちますよっていうね、勝ち負けを唯一言及したっていうシーンがありましたけど、あれ本気でそう思うから、そう言ったんですよ。で、状況説明すると、例えば、4年後、僕が都知事選に出るってなったら、どういう状況になると思います？ダークホース的な扱い？いや、本命でしょ。自分では恥ずかしいけど。まあ、現職がね、出る出ない、わかんないですけど。しかし、4年経ったとき45歳。大本命じゃないですか。普通に客観的に言ってるんですよ。その時に、メディアは扱わざるを得ないんですよ。でしょ、うん、だからここから知名度を上げるとか、もういらなくて。単純に。むしろ逆なんですよ。ほっとけば自分がもてはやされるんですよ。この順番、行列に並んでる順番でいくと、ターンが来るんですよ。ね。自分のターンが来るところで今ゲーム止まってるって考えたら、あの時きちんと、ね、一番有利な局面で手を打っとく戦術っていうのがありになるんですよ。4年経ちました。なんて書くのかな。メディアは雪辱なるかって書くのかな。まあ、恥じゃない。恥を注ぐか、雪辱は。まあでも、まあ言葉としてね、雪辱になるかとかね、リベンジとか、言葉が踊るわけですよ。だった時に、どのメディアも取材したい。ただ、ね、いや、日テレはそういう態度を取ってたんで、絶対取材受けませんから、一番最初の宣言する。オラコもあるでしょ、日テレ。どうします、その時の。偉い人。スポンサーからも怒られますよ。今回の質問さ、どこついてたか知らないですけど、あの時間帯。ね。日程、まあ、どこに、じゃあもう一個あるんでしょう。TBS にしようか。
TBS の取材は一切受けません。ね、あの開票速報の後のリレーのインタビューも入れません。告示前も告示後も一切シャットアウトですって言ったら、もうびっくりですよ今から。考えてなかったでしょ、恐らく見てるのかさ。考えてました。考えてるとしたら対応が変わるんじゃないですか。だからテレ朝でもいいですよ、テレ朝。あの1時間20分のインタビューをアップしないであれば、もう二度と取材を受けません。金輪際です。4年後も。コラコもあった。ね。ものすごいカウンターが来るでしょ。で、そのカウンターを予見してないっていうのが油断なんですよ。おごりなんですよ。どうせ許されるだろうと思ってますよね。じゃあテレ朝があのフルの動画をアップしない限り、テレ朝の取材はもう二度と受けないです。一緒か。どうするのかな。やむなしって言うのかな。まあ4年後だからいいのか。4年後にはもう責任者も変わってるでしょうからね。でも残ってる人地獄ですね。だって4年後にまた掘り起こされるんですよ。自分たちの、ね、恥ずかしい部分が。ね、みっともないメディアがいましたって吊るし上げられる。ね。これが戦略ですよ。自分の立場が強いか弱いか、どこに置かれてるのか、常に意識して動くっていうのはこのことなんですよ。あまりにも無邪気すぎますよ、マスメディア。まあ別にコメンテーターの方を個別に吊るし上げるとは思わないですけど。ね、コメンテーター、コメントするのが仕事なんで、それぞれ好きにコメントされたらいいんじゃない?それは別に構わないんですけど。ただそれを企画するテレビ局は責任大きいと思いますし、メディアとして襟を正さないと自滅するだけです。これ潰したいから言ってるんじゃないですよ。そういうことをやってるから国民の意識が正さがりだっていう、これ2回目ですね。はい、そういう思いです。じゃないと国民の意識が変わらない限り政治なんて立て直せないんですよ。政治家ね、誰かが頑張る話じゃなくて国民が頑張る話なんです、政治再建っていうのは。でそのためにどうしてもマスメディアの奮起が必要なんですよ、他ならんで、ね、なので4年後をちょっと考えて今からしっかり起動しようぜ。あの、まあ、あるべきメディアとは何なのか、ジャーナリズムとはっていうのをもっぺん考えてほしいなっていうふうに思ってます。はい、たちまち明日ね、僕に出演オファーをしてきたテレ朝の人とか連絡しなくちゃって気になるからな。ね、あれだけ朗らかに終わった1時間20分のインタビューでこれだけなんか炎上してるって僕結構びっくりしました。何をどうなったらそうなんだと。はい、という話でした。あと10分ぐらいですね。ちょっとなんかスパチャが全然読めてないですけど、ちょこっとだけ目通しますね。うん、政治とメディアの見方が変わったね。うん、このまま一応言っておきますが、正解はないと思います。僕が言ってる話も唯一絶対の正解ではなくて、いろんな意見があるっていうのはもちろん承知をしてるつもりです。ただ、なんだろうな、母だからこれしかないっていうふうに思い込んでる嫌いが、他の何よりもメディアにあるんで、うん、そこに危機感を覚えてますね。これ相変わらず、なんか多すぎてスパチャが見れない。回線速度の問題じゃないのか、やっぱ。でも本当にね、皆さん、あれ、というか、お金大事にしましょう。もう、そんなに、ね、ポカスから投げなくていい、いいというか、うん、大事にしましょう。もっと有意義な使い方ありますよ、きっと。僕はこのライブ配信を成り立たせるのに、会話の核が欲しいんですよ。ね、これについて話すみたいな。で、スパチャを利用するだけなので、ここで稼ごうとは全然思わないんですよ。ね、自分の食い節は何とかしますから。ね、島田俊二落ちぶれても自分のね食い節ぐらいなんとかしますよ。というかこれまでのタクヤもいくらかはありますし、
今無職ですけど、たちまち食うには困らないので、はい、皆さん、本当に、まあ、お金大事にしてください。ちょ、それはね、何かっていうと、いろんなエピソードがあるんですけど、選挙の期間中に、事務所にお金をね、持ってきてくれた方がいらっしゃるんですよ。10万円。千葉から。でもその方、年金生活の方だっていう話なんですよ。年金生活ですよ。2ヶ月に1回ね、年金が振り込まれる日に、ATM の前に行列ができるというぐらい、その、年金、お金がね、入ってくるのを楽しみで、そして大事にされてると言われる方が、なんかね、1万円札が9枚と残り1000札だったのは、なんか、本当にお金をかき集めて、ね、僕の事務所に届けてくださったデータがあるので、もう、なんだろうな、もう、いらないっていうのもまた変なんですけど、いやー、なんかもう、お気持ちだけでしょ、ですね。というのが、すごくあるので、と思います。メディアの切り取りが、これ僕わかんないです。何を切り取られたのか。一夫多妻制と遺伝子的に子供っていう。この意味が分かってない人がいるのか。てかメディアはどう切るんだかわかんないからあるんですけど。いや、それぐらい今考えられないことが出てこないと人口減少が止まらないっていう話です。上の二つを推奨してる人間が今いないっていう前提の話です。ね。どこの昔の王宮の話ですか、ね、何のマトリックスの世界ですか、カプセルの中で人間が作られるみたいな。っていうのがないから人口減少って止まんないよねっていう話をしたのに、なんでそこが出回るかなっていう、そういう情報の扱いをしてたら結果社会が混乱するんですよね。今回マスメディアの思惑に気づいた人たちが増えましたね。まあでも皆さんも薄々なんかね気づいてたところだと思うんですけど、ね、ジャーナリズムを言うんなら、もっと自覚しないと身を滅ぼしますよ。マスメディア。ただでさえもう今のうちにいるんじゃないですか。気づいてないの？いや、新聞社とかの方が危機感あると思うんですけど。本日誕生日。みんなでね、お祝いしましょう。何かこう、ポジティブな話があった方がいいですよね。はい。皆さん、おめでとうございます。いくつになったのかな。まあ、何歳になっても誕生日は見えたいですからね。自分が生まれた日、きっとその瞬間に、ね、すごくたくさんの方が祝福してくださったんですよ。じゃないと人間って大きくなれないですからね。野生動物が、動物の中で、これだけ社会的に守られないと、ね、生態になれない。生態？大人になれない動物って珍しいんじゃない、ね、おめでとうございます。ちょっと今ので、ね、最後一個だけやらせてください。瞬間したどっかの僕の話じゃないです、レモンさんの話なんですね。レモンさんが選挙の後なんかねショックを受けてるっていう内容なんですけど、その中でなんだっけな、なんか ショックからか痩せ細った印象があるとか書いてるんですよ。そう、本当にあなたの感想ですし、そんな印象つけなくていいじゃないですか。あれはね、なんか見てて、読んでていい気しないんですよ、多分。いるのかな、ああいう表現が。いやー。うん。ね、全然違う話、最後おっしゃいましたけど。いや、もしそれだったらね、逆にですよ。当選した方に、ね、勝利の安心から、安心感からか、ね、母の周りにゆとりが見えるとか。それも失礼でしょ、それ明らかに。わかるでしょ、この失礼さが。これなんて切れるか減るかもしれないですけど、今のは例えですよ。それぐらい失礼だっていう話ですよ。ね、人の容姿に対してとやかく言うのはね、ほんと良くないと思うんですよ。あれ、日本って未だに言うのか、それ。アメリカなんて考えられないですよ。要するに、まあだからアメリカじゃないからここはいいのかってなるのか、それ。いや、でもやっぱり良くないです
人の容姿を上げつらうというか、ね、なんかそこに褒めるのもね、ちょっと今難しい繊細な部分があるのに、ましてね、そこを悪く言うとね、別に僕、リオさんなんか株メリット何もないですけど、うん、ただ、あの、それこそあれですよ。じゃあ、その、あのね、記事がいかに、捉えてないかっていう話すると、告示の前に、選挙戦が始まる前に共同記者会見がありました。それまでレオンさんと挨拶したんです。初めて。対面してね。で、レオンさんわざわざ、立ち上がって僕と握手をしてくださったってね、その話しましたよね。で、その時の、ね、手がすごいほっそりしてたっていう。そう。だから、もともとレオンさんって、華奢な方なんです。テレビのね、印象とかあるかもしれないですけどね、元気いっぱい話されてる。でも、もともとすごい華奢な方なんですよ。ね、それに対して痩せ細ったのはね、ちょっとね、余計なことをね、言うなと思って。そうだったらね、なんか僕の老け度合いの方に注目するのはまだいいですよ。疲れが見えるとか、なんか白髪が増えたような気がするとか。うん。というのはあるのね。いや、そんな気をつけましょうよ。なんだろう、さっきの、脅迫にも関係するんですけど、変に伝播するんですよ。そういうの、なんか悪乗りする人も出てきますし、あ、言っていいんだ、みたいなのがあるのね。うん、それは、やめときましょう。ね、政治家に対する批判、評価、批評は、それはアップ当然だし、受け止めないといけないです。で、基本良くないですよ、誹謗中傷も。ね、これ認めてるわけじゃないです。ただ、ね、ある程度、付随してしまうっていう面は否めないです。現実問題です。しかし、だからやっていいって話じゃないですよ。これ、レオさんご自身もおっしゃったんですけど、うん、ね。相手も人間なんですけど、人格攻撃。パーソナルアタックです。個人攻撃。そう。日本語で言うと。個人攻撃は、やめないと。だって、そんな業界にまともな人入ってこないです。つまり、自分たちが選挙の時に選ぶ、そこにまともな人がいなくなるんですよ。この戦略。絶対取っちゃダメでしょ。国民、メディア。誰得なんですか、それ。でしょ？そう。なので、うん、適切な批評は加えられるべきなんですけど、誹謗中傷ってのは自分たちのためにならないの、政治家に対する。ね。増税メガネがギリ、ギリ。ね。うん。増税の話するし、メガネだし。ね。クソメガネはやっぱダメですよ。悪口になっちゃう。と、ちょっと最後は、まろやかな雰囲気にして終わろうかなと思います。はい、ごめんなさい、もうスパチャ全然、ね、読めてないんですけど、これに4万8千人もで今付き合わされてしまって申し訳ないんですけども、今21時30分もう回ってしまったので、はい、今日のこの緊急ライブ配信は一旦ここでお開きと。あ、ごめんなさい、増税レーダーも言い過ぎやな。だからそこで止めないといけないんですよ。でも止めるの難しいですよ、きっと。増税メガネ OK。どうかな ?OK? ダメ、うん、でも、本人が嫌って言ったらやめてください。あ、ください。じゃあ、記者さんが増税メガネってどう思うんですか、あれ、どこかで答えてらっしゃったの、いや、あんまりいい気しないですねって本人がもし言われたら、絶対ダメです。相手が言い上がることを言っちゃ、やっぱダメでしょ。批評とかじゃなくて、単なる誹謗中傷になるっていう話です、ね。はい。というわけで、節度、思いやりを大事にしていきましょうという話でした。本気で一生懸命やってた人間に対して、ね、結果が叶わなかった、それに対して嬉しいですかなどと聞く。舐めてんのかってね。だからそれをそっくりそのまま返して差し上げたっていう。で、例えば、たまに見るのがスポーツのシーンで、なんだろうな、優勝目指してたけど、惜しくも2位に終わったと。ね、そういう方にいきなりね、無遠慮に、今のお気持ちどうですか、嬉しいわけねえだろ、悔しいに決まっとるじゃないか、なんでそこをズケズケと踏み込むんだろう。で、それはどうですか、視聴者も求めてなくないですか。それはなんか見ててね、すごい心が痛むんです。あれを求めてる人いるのかな。いるからメディアやってるんですか、代弁者として。いや、そうじゃないと思うな。あれは
メディアが暴走してると思いますよ。分かってないですよ、される側の気持ちを。どう？そうだよ、僕がずれてるのかな。なんか嫌じゃないですか、その弱ってる人のところに攻撃を加えるって。うん、なんか敬意がないんですよ、相手に対する。自分が強者であることに慣れすぎて、要はいじめっ子と同じ感じなんですよ。うん、あ、で、あれですよ、これは今日サンジャポで言ったのかな、かねてからメディアに対しては、まあ、厳しい態度というか、真摯に向き合うようにしていると。それは時に厳しくなると。ただ目的としてはメディアの再興を再び起こるんですね、を願っていると。メディアがしっかりしてくれないと国民意識もだだ下がりだから、頑張ってくれ、そのための自分なりの対応してきたというのがベースにあって、で、海洋速報の時のあのタイミングはあそこじゃないとダメなんですよ。っていうのは、まずどこから行くかな、これちょっと言葉がね、また過ぎるから過敏に反応する人いるかもしれないんですが、日本人平和を犠牲してるから 言っておきますね。と、報復攻撃っていうのは単なる恨み返しじゃないんですよ。戦術上とても大事な意味を持ってます。わかる？一方的に攻撃されるっていうのは損害が増えるだけなんです。相手はどん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 攻め込むんです。そのために報復するっていうのは結構大事なんですよ、戦術的に。でもちろん報復の連鎖っていう言葉があるんですが、じゃあやらなかったら解決するのか、解決しないんですよ。ただただ一方的にやるので殲滅される、ずっと弱い立場に押し込められる。だから押し返す必要があるんですよ。でこれはまたね、拡大解釈する人いるかもしれないですけど、たまにいじめられっ子の関係でやり返せみたいなのあるじゃないですか。そんなね、安易にやり返して済む話ないし、やり返したら苦労しないってのはあるんですけど、ただいじめっ子がそうなってる状況は分かりますよね。相手が反撃してこないって分かってるからどんどん攻めちゃうんです。でもこれ外交においても全く一緒ですよ。日本がなぜこうやって流れに渡って独立保ててるかって言ったら、反撃されると相手が思うからです。国際社会そうですからね。これね、日本は平和の国、人々の平和の願いによって成り立ってるなんて考えるアホがいたら勉強し直してこい。世界史を、日本史を。そんな甘くないですよ。人類の歴史は血で血を洗ってるんですから。何千年もね、今のスイスだって衛星中立国ってのは伊達安水教じゃないんですよ。た時に、まあ、反撃しろっていう勧めじゃないんですよ。反撃できるようにしておかないと、そしてここはっていう時にしっかり反撃しないと、相手はね、それをなんだろういいように使ってしまうんです。そこで決定するんです。なのであの場は自分にとって絶対外せなかったんです。あれをね、後になって、例えばもうライブ配信見るじゃないですか、あの時はああだこうだって、痛くも痒くもないですよ、地上波ね。だってこのライブ配信の動画が今6万8000人同説ですけど、100万人ぐらいはもしかしたら見られる。でもそれ人口の 1% ですね。視聴率 10%、20%、まあ、各社合わせたら持っていくでしょう。た時に人口の何割もの人が見てる場で反撃せずに後で反撃しちゃって、それ後の祭りなんですよ。そう考えたら絶対それはずじゃない、わかるでしょ、さすがにこの理屈は。そして事実あることによって4年後都知事選もうあんな扱いしないでしょ、日テレ、まあ、TBS もか、あの辺はさすがにできないでしょ。あれだけ言われて次同じ対応してきたらアホの極みでしょ。まあ、少なくともあそこに人事出したらもうできないでしょ、やる勇気ないですよ。同じことやるとしたらもうそれこそテレビ出れないでしょね。だからあれは戦術上非常に意味があるんです。あれをぐっと我慢して大人の対応なんて言ってる人は読めてないです。
状況が、戦況が。もう自滅するだけですよ。で、何より、パワーがね、全く当たらないのは、パワーバランスが対等じゃないですか。上司と部下じゃないんですよ。なんでね、皆さん、すぐ上司と部下に置き換えるんですか。誰か僕の部下なんですか。ね、職業人として対等じゃないですか。た時に、相手に対して敬意を払うし、払わせるっていうのは、基本だと思う、大前提だと思うんですよ。で、それをパワハラだなんだっつってんのは、問題の歪償から論理の飛躍。うん。問題すり替えてるんですよね。っていうのは、まあ、ちょっと考えたらわかると思うんですけど、うん。正しい認識と正しい理解を持っとかないと、社会混乱しますよ。僕は決して自分が人格者だとも言わないし、いい人だとも思ってないんですよ。ただ、社会にとって何が必要か、何が有益かっていうのは、自分なりに考えてるつもりです。で、同じぐらい考えた結果、いやいや、ああだこうだっていうのは、もちろん歓迎するんですけど、考えずに感情で反応されると困るんですよ。いや、そういう話じゃないんだけどね、つって。それってあなたの感想ですよね、終わっちゃうんですよ。ね、私あなたの部下ではないし、上司じゃないしっていう。と、いう話ですか。どうかな。だからこれ、いろんな場面に行きますけど、幸せになるには感情に支配されたらダメですよ。理性で自分コントロールしないと、身を滅ぼすんじゃないですか。さあ自分自身もだし、周りの人も巻き込んで不幸になります。感情で生きてたら。感情をね、大事にしなくていいって意味じゃなくて逆です。感情を大事にしたいんだったら余計に理性を働かせないと、人間も所詮動物なんだよ。でも動物と人類の境目って理性じゃないですか。原始的に戻ってったら、ね、人生2、30年で終わるんだからですけど、そうもいかないじゃないですか、ね。住宅ローン組めないですよ。はい、という話でした。うん。なんで、まあ、やはり板が、板ね、持ち送るっていうのも、普段そういう態度してもとってんじゃないですかっていう。まあ、見てる人は気づかなかったかもしれないですけど、本人は気づいたはずですよ。いや、気づかないから。まあ、気づいてほしいですね。うん。で、なんだっけ、アイドルの方が出てたのも、ね、かなり皮肉って僕は厳しく、女子供という表現をしましたが、戦の場って言うとまたちょっと語弊があるのかな。でも、仕事側において求められている役割、選挙の開票速報ですよ。全国が注目する場で。そこで手加減っていうのはやっぱ、相手にとって失礼ですよね。そんな思いがありました。